はいじゃ今回は私たちの生活と財政について学習しますね財政って何なんでしょうねなんか難しそうですねしかしそんなに難しいことはありませんえ皆さんはお小遣いをもらっていますこれが収入ですよねそれから、えー、欲しいものがあったら買いますこれが支出ですよね、えー、と、えー、何でも家計にも収入と支出があるように、えー、と財政っていうのは国の 国や地方公共団体の、えー、と収入と支出のことを主に、ね、だと考えればよくわかると思います2017年の、えー、と国の一般会計予算知っているとおり予算というのは国会で決まるものですから一年間の分を、まあ、原則予算を組むわけですねそのときにどんな収入があるかなということでこれを出すわけです 1>, 1年間なので収入のことを1年間の年という字を書いて歳入、支出は歳出と言いますね。はい、なんか難しそうですが皆さんのお小遣いと変わらないですね。えっ、ー、と収入、うんと国の収入ね、歳入は何があるかというときっとみんなが税金を集めているからだって思うと思いますね。国が税金を集めているっていうぐらいが分かるとまあ、小学生でも知っているので中学生としてどんなふうになっているかちょっと詳しく見ていきましょう。 ね、一番多いのは所得税ですね皆さんが働い,た働いてもらった給与だとかまたは自営業の人が稼いだ、えー、とお金に対して、えー、と税金がかかるっ、ね、2番目は、ね、消費税が多いんですね、はい、そして、えー、これ消費税皆さん払ってますから知ってますよねそして法人税これは会社企業が納める税金ねその他いろいろな税金などが入っています。 あ、後で出てきますが、あの税金っていうのはね、行き先がね、えー、県、都道府県や市町村に行くものもあるので、この、うん、今出ているあのグラフでは国に行く税金、国税のみです。ね、覚えておいてください。で、実は金額が非常に多いものとして交際金というものがあります。聞き慣れないですよね。えー、この間あの金融政策を狙ったときに国債というのが出てきましたが。 これ交際金というのは何か歳入の時の用語で交際金というらしいですが国債を発行して、えー、国民からした借金の額ということです。ねはい、その他いろんなものが細かいものがあります。ねはい、今度は歳出を見ても、ね、歳出1番の社会保障関係費、ね、人権のところで社会保障についても学習しましたこれが一番金額が多い。ね、それからここに えと国債費というできます、ね、さっきのね交債金ですが、えー、まあ国債だったですよねでこれはねこの返す時は国債費っていうんだそうですねなのでこれはね、えー、交債金を借金してますから、えー、国債ってね原則10年ぐらい、えーとね、持つんですよね、えー、まあ例えばこの交債金は10年前に発行した国債ねえー 国債のうんと元金元金また元本とそれに利子をつけて返す額のことなんですね。だから、えー、ちょっと見るとですね、今年の国債金の方が今年今のね歳入の国債金が多いですから、10年後にはこの国債金が今度は国債費として歳出の方に登場してしまうということですね。あそれを聞いてね、あそれは大変だなって思った人はえっ、ー、と。 当たってますよね、はい、それから地方自身ところで勉強した地方交付税交付金などねそれから、えー、とこのあとが、えー、公共事業ね道路やダムや堤防や、えー、公共施設などを作るねる、えー、そういう費用ですね。はい文教および科学振興費ね文化やかあ教育に使ったり科学に使ったりするお金それから 自衛隊などの関係ですね防衛関係費ですねそしてその他というになってますね。といじようになってますね。はい、というふうになってですね。はいこのように今まで、えー、と家計と、うん、企業の関係をね見てきてですね労働力のこととかですね、えー、消費のことを勉強してきましたが、えー、政府もこのようにですね、えー 経済の中に関わっているとい企業とも家計とも関わっているっね政府と企業と家計を、えー、と3つの経済主体で、ね、政府も経済主体の一つということになります、ねはいえーと。歳入の方の税金をちょっとね詳しく見ていきますよ。はい、えー、と税金がね,こねいろんな税金があってね聞いたことある税金もあるし初めて見る税金もあります。 ね、難しい言葉も多少あるかなと思います。ねえー、相続税という字が見えますが、まあ、あの財産を相続した場合にかかるとかですね間接、えー、税の一番上のところにある揮発油税というのはガソリンにかかる税金のことですね。はいえー、とバコやお酒の税金酒税なども見えますが実はねガソリンやタバコや、ね、酒はね すすごい量の税金がかかってるんですよだから消費税以外にもそういうものでも皆さんは税金を納めているということになるわけですね。はい、えっ、ー、とですね、えー、ちょっと分類法を見ていきます、まあ、上の表を見ればまあ分かるんですがまず所得税とか法人税などはですね、えー、最終的に国に納められるので国税。 自動車税や住,住民税などは最終的に地方公共団体、ね、都道府県や市町村に納められるので地方税というふうになります。これは分類の仕方たの1で、えー、税金は、えー、と国税と地方税に分けられます。さっき出てきた、えー、国家の財政のやつには地方税の額は入っていませんよね。はい次です。 例えば所得税を例にとると,うんとビジネスマンの人はですね自分の給料の中から税金の金額を引かれるつまりね税金を負担するので税と言いますそしてまあ実際はあは源泉徴収といって給料から税金はあらかじめ引かれているんですが納税をすると、ね。だからこのビジネスマンは税税とと納税の両方をすする人と考えますそしてそれが国に納められます。 ね、これで「直接税」ねえー、っとサッカーの、ね、直接フリーキックとかシュートをしたと、ね、このビジネスマンがね、えー、ゴールを決めたというか、ねまあ、税金取られちゃったんですけどねところがですね消費税は、まあ、ですね確かに皆さんは消費者は、えー、っと消費税はあの自分のお金から税を負担していますが税金を 納めている納税しているのは実はお店の人ということになります。つまりえっ、ー、と単税している人と納税している人が違うということなですね。あのねまあややこしいんですが消費税はですね国税と地方消費税にこう分けられて納付されるんですよね。まあだけど、うん、これはその、うん、そのことではなくて単税者の消費者と納税する小売店主などが、えー 別の人物坂の関節フリー聞くと同じ感じですねはいこれで関節税って言いますねそれ聞いてですねみんなねいや別にどうせ取られるんだから、えー、っと直接税関節税なんて分けたって俺たちに関係ねえよって思うかもしれませんでもそうじゃないみたいですよさあこの表はややこしいですね えと皆さんはね就職すると,うんと最初初任給が20万ぐらいですかね年間の所得がね何万円ぐらい何百万になるんでしょうかねえと2段目か3段目になるのかな左から数えてねだけど野球の選手やえと企業の人やお医者さんなんかで何億円って稼いでる人もいますからお金をたくさん稼いでる人とそんなに稼げない人がいるの知ってますよねこれはですね。 もちろんたくさん稼いでる人が税金を納めるのは当たり前だと思うかもしれませんが比率までで違うんですよね一一番番少ないところは5一番多いととこころろは多、まあ、単純に、えー、と所得の額にこの数値をかけるわけではないので、えー、とあの詳しく知りたい人は自分で調べてもらいたいんですが、まあ、ざっと今は、えー、とあの所得の多い人ほど高い税率がかかると、まあ、覚えておきましょう。 ねはいえー、と所得税は累進課税累進課税って言ことが覚えてね要するに所得が多いと、まあ、税金を払う割合がこう、ね、高くなっていく率が高くなっていくんですねこれは所得税と相続税と贈与税という、ね、財産を贈与した場合にこの3つの税金には累進課税が当たってますねこれ何のためにしてるか分かりますかね わかるよね例えばですね国がやってるサービスを受けるのに教、うん、小学中学校が無料で教科書も無料だとかっていうのはこれはお金持ちだろうが、えー、とお金持ちじゃなかろうが関係ないけども払ってる金額はお金持ちの人が多いし率も多いっていうことになるとこれは、えー、と所得の多い人のうんと、えー、とお金をですね、えー、みんなにこう再分配している。 ね、それから所得の格差を少しずつ税金の力を借りて埋めようとしてると考えられるので、まあ、よく考えられた制度だと思います。でそこで消費税を見てみるとですねみんな消費,消費税を払う時に「あなた金持ちですか?」とか「貧乏ですか?」なんて聞かれたことはないですよね全員同じ何パーセいうのを払ってます。つまり、えー、と間接税、ねまあ に関してはガソリンもそうだしお酒もそうだしタバコもそうだしそういうものに関しては累進課税はできないっていうことですね、えー、まあ一見同じ金額同じ率を納めるんだから平等に見えるけど一律の課税は逆に逆進性つまり え所得の少ない人にとってはタバコ1本吸うにもお酒1本で飲むにしても、えー、と何か一つ買うにしても、えー、すごく、あのーね、やっと買ってる人もいるかもしれないだけど楽々買ってる人とやっと買ってる人が同じ税率っていうのは、えー、不公平ではないか、ね、逆進性というのがあると考えられるので、えー、とあまり間接税が増えるのは好ましくないと。 ね、日本はね、直間比率といってですね、直接税と間接税がやや太い七対三ぐらいになっているんですけど、えっ、ー、とあのまあまあまあ少ない方だと思います。アメリカなんかはもっと間接税が少なくて、ヨーロッパは間接税が多いという傾向があるねということですね。直接税間接税という分け方もあるということです。さあ財政の役割と課題を見ていきましょうね。え先ほど見たものと同じえっ、ー、と2017年度のえっ、ー、と 歳歳入出出が出てきました、ね、どんなことにお金使われるかですね、えー、皆さんあれですね,あのうーんとねリッチな <laughs> お金持ちのお友達のうちに遊びに行ったとしてもですねガスだとか水だとか、ね、そういうものはですねみんな同じものが、えー、と出てきますよねだら誰々んちはお金持ちだから水もおいしいねなんてことはないでですすねねそれかからです、ね、道路だとかですね。 いくらお金持ちだからって自分ちの前の道路自分ちの前だけ道路をよくするなんてことはしません、ねえーと。これはみんな国が作ってくれて、えーとでえー、社会資本ってねインフラとか言います。インフラストラクチャーの略で日本人ではインフラって言葉のよく使いますね。インフレと間違いないでインフラだからね社会資本って言います。ねえー、と道路や堤防や橋や、ね、それから公共の施設なんかは社会資本とこれは国がお金出さなければあ な、ねえー、なかなか民間の人は出しませんそれからですね公共サービス、ね、救急車や消防車とかね警察とかですね市役所に行っていろんな手続きをするときに料金を取られるってことは原則ないですよねまあ書類なんかでね書類代がかかることはありますが消防家に火事を消してもらったり救急車に乗せてもらって有料ってことはないのでこう公共サービスこれは国が費用を出して出してくれてるね。まあその他にえーと あの独占禁止法なんていうのを教わりましたよねえ独占や河川の規制だとかですね消費者や労働者の保護、ね、環境保全環境保全はあの金儲けする人にとっては環境なんかぶち壊してどんどんやったほうが金が儲かるんですけどそれでやっぱ政府が法律で規制したり実際に、ねえー、と力を及ぼさないと環境はどんどん壊れちゃう、ね、それからです、ねえー、とあの公正な、ね、経済活動を促すなんかも、えー、と政府の役目。 ということになると思います。こういうことにお金が使われてますね。はい、それからですね、今度はね、問題点もいくつか見ていきたいと思います。はい、1990年の歳入です。さあ、最近の歳入と1990年ってね、これ、ね、ちょうどね、あのバブルの頃なんですね。こうさあ、ちょっとずいぶん違うと思いませんか。まずですね、えっと当時、まあ、ね、の 1990年当時は税金がが非常にたくさん集ままっていいるなという感じがします所得税や法人税が非常に多い景気が良かったので給料がみんな上がっていて企業も儲かっていたのでそこから税金がいっぱい入ってきた、ね、消費税は導入されて間もない頃でまだ3%でまだ額が少ないですよね。はい、ということはですね現在は消費税率はだんだん上がってきてるってことが言えますよね。ということは今後も もしも所得税や法人税が増えないような不景気が続いたら消費税を上げるしか財源確保の方法はないと考えられるので今後も上がっちゃうんじゃないかな一説には20%ぐらいまで上がるんじゃないかなって言ってる経済のの関係の人もいますよね、はい、それからですね、えーとあのー、今はですねなんと、あのーね、赤字国債というのを、ね、発行してるんですね。えーと 国の歳入が足りないので国民から借金をすするとということですね誰がお金貸してるんですかっていうけど、ね、これはみんなのしている銀行預金とかから、ね、勝手に国債を借りられちゃってるのです、ねえー、皆さんもある意味国民はみんな国にお金を貸してると言ってもいい状態なんですけどこれは、ね、将来利子をつけて返すことになるってさっき教わりましたが、えー、これすすごいい金額にななるんじゃないかと心配です果たして、ね、返しきれるんだろうかとね。ね えっと1990年の赤字国債はゼロですね。あのね国債が全部悪いものだってわけじゃなくてですね例えば建設国債とか復興債例えば東日本大震災で被害が出たのでそのためにお金を集めようというので復興債とか意義がありますよねそれから国債は金融政策に使われているので、まあ、そういう面で役立っているんですがこのう債は 1990年は赤字国債いわゆる赤字国債ということですね、本当赤字国債ってね、法律上出しちゃいけないものなんですが、特例で許されてるんですよね。歳入が足りないから国債発行するっていうのは、本当は NG なんですが、えー、まあね、1990年はそういう国債は出してないけど、現在はもう30%、歳入の30%以上が国債になって、赤字国債になってるっい、ね、非常に問題です。ね、それから 歳出の方に目を向けると少子高齢化で、えー、と社会保障費がねますます増えそうな感じですね。でこれが増えていき歳入は赤字国債で補ってこんなんで大丈夫かななんてねコス国債費は過去の国債の元金また元本と利子ということですよね。だから10年後には現在の歳入にある公債金に今度は利子費をつ 利子をつけて返すんででささららに膨らんいいるだろうということとこが予想されます地方交付税交付金なども、えー、とあの減る見込みがないんじゃないかな、ね、自治体では苦しいところが多いですからね、えー、とそして文、えー、教及び科学振興費少ないんじゃないかなあのねあのノーベル賞を日本人の学者が受賞するって話をニュースをよく耳にしますがこの間もありましたね大抵ね最近 日本人の科学者で優秀な人なんですけど受賞したり研究したりする場所はアメリカだったりすることが多いんですね日本にいるとろくに科学の研究費が出ないんだそうですだから優秀な人はアメリカの研究所で研究してそこでノーベル賞をもらったりしてるのね。ということは日本の科学振興費とか文教費は非常に貧弱だという予想が立ちます。 防衛関係費は様々な意見がありますよねそもそも戦争には反対だし自衛隊にも反対だって言ってる人はこれは高すぎるっていうし逆の意見ねえー、といろいろな脅威が広まっている中でもっと増強しなきゃなんないというね、うん、と両方からの違う立場からの意見の隔たりのいろんな意見があるものの例と思います。いろんな問題点がありますすねね、はい、それからです、ねえー さあ不景気の絵が出てきましたねこの間習いました不景気の時は日本銀行が日本銀行がですね買いオペというのをして、えー、銀行からの貸し出しを増やして、えー、と、まあ、金回りをよくする政策を取るって教わりました、えー、忘れちゃったって人はですねもう一回あの金融政策のところの動画をもう一回見てくださいね、えー、ところがです、ね、政府もねやっぱりねこういう時はね黙ってないということですね政府がやる方法 皆さんあの世界恐慌の時のアメリカのニューディールっていうのを思い出すとですねえー、とね国がお金を出して、えー、と人を雇うねこれは公共事業ですよね公共事業、えー、と歳出のところに公共事業関係費ってありますよねその公共事業にお金を出すことを公共投資ね、はい、公共投資を増やして 道道路や道を作りますもちろん政府の人が作るわけじゃなくて建築会社とか、えーとね、ゼネコンなんかが作るんですがそういうところに作らせればそこは人を多く雇って給料も払うから、えー、と企業の仕事が増えて賃金が払われる、ね、そういう方法で不景気を何とかしようとそれからですね,、えー、とね税金を減らせば。 みんなお金が使えるようになって、えー、と消費が増えて景気が上向いていくんではないかなと、ね、こうして、えー、と景気を回復させる効果を期待している、ね、だから日銀だけではなくて政府も公共投資を増やすことや減税をする税金を減らすことで対応しようと、ね、さて景気が超いい時、ね、先生そもそも 景気がいいんだからほっとけばいいんじゃないかと思うけどダメなんだよね例えば、えー、景気があまりとです、ね、物価が上がってくるので年金生活者のような一定の金額しかもらえない人は、えー、あんまり嬉しくないそれから景気が良くなりすぎるとその後の不景気がひどくなる、ね、世界恐慌の前のうんアメリカの景気はもう空前の好景気だったんで。 その後の落ち込みが逆に激しくなっちゃったんで景気はあまり過熱するのは抑えたい、ね、日銀は売りオペをして、えー、銀行からの貸し出しを減らす方向の政策を取ると教わりました、えー、政府は、えー、とさっきの公共投資を増やすの逆です、ね、こういう時は公共投資はあまりしないね、企業に仕事があまり出てこないので、えー、とお金をね市中のお金を減らす効果があるあと 減税の反対嬉しくないですけど増税をしてですね、えーとまあ、増税も大事なんです増税をすることで政府の予算財政をあの豊かにするっていうことはですね、まあ、赤字国債を抑えることにもあるし増税が必ず悪いものとは限らないんですよね。はいえー、と企業や家計の消費を減らしていくっていうことを知ってですね結果景気の過熱を抑える行き過ぎを抑えるという効果を持っています。ね、これを あの日銀のは金融政策だったけど、政府のは財政政策と言います。この間の金融政策よりは財政政策の方が分かりやすいんではないかなと思います。直接的にね。お金が増えたり減ったりするのが目に見えるので、えっ、ー、と金融政策の方はね。とても難しかったので、また復習しておきましょう。財政政策と金融政策で、えー、景気をコントロールしようとしているということですね。まあ、この他にも税金に関しては？ 今不景気でですすすかららなるるべくあの税を減らす政策が出てるんですよね、えー、例えば住宅ローン減税ね住宅ローンを組む場合に税金を安くするとかですね、えー、それから今国会論議されているようにえっ、ー、と賃上げ、ね、賃金を上げた企業には法人税を控除するとか法,人法人税を少なくするということが今ね盛んに言われてば今の政府が言ってますがそういうことをしたりとかあと NISA ですねえー、と、うん、小口、ね、一般の人が株に投資する場合はある程度の金額までは株で得た利益に税金をかけないなどの、うん、とあの税による優遇措置も景気を良くしようという方向に今は使われようとしています。ただしやりすぎるとです、ねえー、例えば、うん、税にあの 株式を買ったところでねけたって儲けて利益を、うん、得た時に税金がかからないっていうのは俺はそもそも株買う金なんかないよとかね住宅なんてとても建てられないよってそういう人に対してはそういう優遇税制の恩恵っていうのは来ないんですよねだからあまあよく言われるのはいっそのことあの消費税が高いからあの取らないようにしたり消費税の 比率を下げたりすればいいんじゃないかそういうことももちろんよく意見として出ますただし消費税っていうのは歳出で一番多い社会保障関係に使うというある程度目的を持って集められている税なので減らすわけにはいかない などと色々な問題が出ています。非常に難しい問題ですね。えー、だからこの後10年、20年経ってこの歳入歳出、それから税金などがどうなっていくかなんていうのね、自分で見守っていかなければならないし、大人になったらそれに対応して、えー、と自分も経済活動をしていかなければならないということになります。しっかり勉強しておくべき内容だと思います。はい、今日はこれで終わりにします。